中上図の例。パナマチューブに分布する、中心与の地層、アラフエラ類層の模式的な中上図。体積中上の左に、元層層序単元、右に体積構造の特徴、化石の参上が示されている。この図の場合は、体積中上の右側の凹凸は、構成粒子の流度の変化を示す。中上図とは、ある地点の超中上の地質断面図のことである。 地質中上図とも、特定の地域の地質層序について、地質年代区分と関連づけた、中上図は特に層序中上図と呼ばれることがある。ボーリング調査の際に採取される地表から、到達点までの地層、土壌のコアサンプルから作られる、ボーリング中上図、野外地質調査においてある地点の路頭を観察して、作られる、路頭中上図、 複数の中上図や地層ごとの各種データをまとめて、付した総合中上図、さらに地層の特徴を概念的にまとめた模式中上図、また石炭の分布の特徴をまとめた単層中上図といった各種の中上図が調査手法、用途、目的別に作成される。また、体積症を示す中上図は体積中上とも呼ばれる。中上図の作成は、 地質学の基本となっており、複数地点間での中上図を対比し、地質図の作成や地質構造の推定を行う。ケースに収められたボーリングコアボーリング調査結果で得られた情報を提供する中上図は、地点情報、掘削情報、穴内水位、ボーリングコア観察結果や、標準管入試験、穴内水平最下試験、男性波速度検査。 ルジオン試験等の現一試験のほか、基礎的かつ重要な地質情報が図示される。中上図の様式は、目的別に記載事項が異なり、日本では、地盤工学会様式、ジャシック様式、客先の指定する様式、地質調査会社独自様式、地滑り調査用によるなどがある。日本の公共事業では、CALSEC 推進による電子納品に関する要領、 基準に従い、ジャシック様式に統一されつつある。ジャシック様式のボーリング中上図には、調査を対象とする地質によって、岩盤用、土質用の2種類があり、ボーリング中上図作成要領に準拠して、作成されていた。調査目的別の要求を取り入れた、地質調査資料整理要領が発行されている。ありがとうございます。